はい、どうも、セイディです。KOF98 アルティメットマッチオンライン実況あります。では、頂上決戦、今回選択チャレンジ、ボタン押してます。ディスティニーさんかな。先制取りましたね。ケンスーとユリカ。ケンスーかな、これは。先制取って、ケンスー取って、メイ。さあ、メイロバート、シェンとアテナね。これはシェンかな。最後、LR っぽいな、これ。ですよね。これ、ラルフか。うわー、でも、ラルフとクーラの選択はちょっと弱いですね。向こうはマチュアや。マジか。こっちはこっち何？あ、空手ね。空手やったらそんな悪くない。先制取ってるし。空手はここに置いて。リンはね、置くタイミングむずいね。最初でいいかな、でも。リン置いて、空手置いて、ケンスまず犠牲にしようか。これでいきましょうかね。頭、空手でもいいけどね、最初。まあでも、ケンスでもいいかな。これでいきましょう。ユイは倒したくないけど、うわーこれあれや、ラルフがスキル出てない。ラルフもやっぱ1ターン目肝心なんでね、スキル出るか出ないか。ユリ下げた。ユリ困惑してますね。これケンスは、あ、ゲージたまらん。怒り下げられたんか今。このままいきます。お、ラルフいいよ、スキル。ラルフスキルは非常にいい。さあ、ここはラルフがゲージ下げ。空手も溜まってるね。ケンスやられるかな。ケンスは覇王昇降剣。ケンスやられるよね、これは。あ、リン後ろにしたらよかったな。そしたらリンゲージ溜まってたよね。あー、デスロー。デスローででもゲージ溜まった。ここね、じゃあ、シェン置いてもう一気に行くのもありやな。どうすっかな。シェンじゃなくてもでも、ロバート倒せそうやね。シャンフェイで行こうか。これで行きます。で、このね、空手をやっぱマチュアに当てるとしたら、もう先にラルフかもない、これは。先ラルフ打ちましょう。ゲージちょっともったいないけど。ラルフはタクマに飛ぶでしょ。この爆破、爆破ダメージでも無理やった。で、このリンは、ユリアとして、空手で、そうやね、空手やっぱマチュアやね。ワンパンできるかな。行くしかないね、行こう。行きます。さあ、覇王昇降剣、行け。倒した。うわー、ギリギリ生きてる。マジっすか。ギリギリ生きてる。辛いな今の。これね、でもロバートは下手に倒さん方がいいから、ロバートだけ怒り下げに行きましょうか。こういって、こういって、で、昇乱客はマチュア状態上入らないからこっち置いとこう。これでいきます。あ、昇乱客入ってないね、状態上。いや、今のはね、ワンパンしたかったな、やっぱ、マチュアを。さあ、クーラ来た。クリスタルシュート。ここ、空手がやっぱだいぶね、踏ん張ってもらわないとあかんね。さあ、まだ踏ん張りは1回も使ってないけど、ヘブンズゲート、これで1回目使うね。1回目の踏ん張り。いや、フローズン怖いよ、これ。シャンフェイが凍結。踏ん張りはまだ1回。空手頑張れ。空手頑張ってくれ。うおー、デスロー出てない。危ない。踏ん張りまだ1回やね。そしたら、空手のままでいいかな、前は。そうっすね。踏ん張り1回なんで、覇王昇降剣使う。使ってから、ラルフも使う。さあ、爆発パーン。これでクーラーの怒りダウンさしに行きたいんですけど、どうかな？クーラー、怒りダウン入るよね。あ、困惑は入らない。空手は今のところ1回踏ん張りなんで、これ数えとかなあかんっすね、絶対に。今のところ1回。で、スローは？デスロー出てない。まだ1回のままやな。そしたらこのままでもいいかな。まだ1回のままなんで、このままいきます。スラルフ使える。お、マチュアにイカレダウン入ってる。そしたら、ここは、アテナを倒しに行く。毒だけ入れとった方がいいね、これ。マチュアに。毒は強いんで。で、アテナにイカレダウン。こっちやね。さあ、毒強いよ、これ。で、クーラー下げても、アテナの周りやったら巻き込めるんじゃないかな。ああ、そっち行くか。マチュア前にした。マチュア、ヘブンズゲートは、あ、フローゾン。フローゾン怖い。空手頑張ってくれ。よし、まだ踏ん張ってないね。よし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 。今の回復は、HP 下がった時にする回復なんで、まだ大丈夫。これ、メイで仕留めれるクーラーを。そうっすよね。メイで仕留めれるかと思います。先に、ラルフ使う。さっきラルフ使って、メイを使えばクーラに飛んでいく。よし、いいね。メイめっちゃ活躍した。リンは使います。
車輪使って、どこを入れまくっていきたい。サイン入れて、他もマチは叩きに行きましょうか。これでもあの怒りダウン入らないよね、これ。怒りダウン入らないから強いんですよね、このマチは。さあ、あと誰がいたかな、もうキャラも少ないでしょう。マチは復活はまだ残ってるんですけど、ビッグとアデルハイド、これで終わりか。でここ踏ん張りはね、今空手1回なんで、これで2回目入った。2回目。あ、やばいか。いやー、耐えろ耐えろ耐えろ。まだ2回目。さあ、ジースクラーゲン。あー、耐えろ、空手耐えろ。耐えてくれ。2回目、3回目は使いたくない。デスロー、出てるー。あー、ちょっと待って、やられた。マジっすか。今の3回目やった。そうか、今の3回目やったか。そうしたらこう行くしかないよね。あー、ちょっと1回計算ミスりましたわ。先にこれラルフ。先にラルフ使って、これはもうどっちも倒せるよね。メイ使っていきましょう。計算ミスった。空手の踏ん張りの回数の。で、これは、倒しとく。ビッグ倒して。で、ここはラルフのゲージで回収したいけど、まあ、こうかな。うん、こういこう。これで、うん、両方回収してと。ただこれ、ね、油断できないですよ。マッチは強いんで、本当に。で、スロー。お、これは、ヘブンズゲートはリンに飛んでくるね。あ、さすがにいけるか、これ。シールドもないの、ないよね。よし、あ、いけた、いけた。あ、怖かった。いけた。いや、マッチは久々になんか恐怖感じたわ。今もうね、ぶっ壊れキャラがいっぱい出てるから、こういうマッチュアとかラルフの強みってあんまり分かりにくいんですが、やっぱりこの時代の強キャラなんで、こういう感じで戦うとね、非常に強いですよね。まあ、かつてね、ラルフがめちゃめちゃ強かった時、ほんまに思い出しましたね。いや、なんか懐かしい気分になりました。はい、では頂上決戦の続きやっていきます。ボタン押しましたよ。選択チャレンジね。さあ、センチャレー FF3 ファイナルファンタジーかな。先生取った。ファイナルファンタジーはね、僕一番6が一番好きっすね。6、これは最終かな。あのティナのね、背負った、まあ、宿命みたいな、その背景がめっちゃ好きなんですよね。で、イグニス取りましょう。先生取ってるよね。うおー、これはアデルか。セスとクーラとサムコは、あー、バイケン。最後の最後でバイケン。今日ね、これ最後の頂上決戦なんですよね。やるだけやる。やりたくないけどね。投了していいっすかね。一応もう最後なんでやろうか。いや、もうサービスっすよ、ヒエフさん。もうほんま投了するんですけど、まあ、最後動画撮ってるんで一応やりましょうかね。もう何やっても無理やな、でも。まあ、これでいくか。いや、創世神組もせっかくなんで。せっかくなんで創世神組みましょう。バイケンの無双をじゃあ見せてもらいましょうか。これ叩いていきましょう、どんどん。もう全部っ破しよう。もう全滅とかチメチメ狙わんと全部っ破していこう。全部、もうやられるたびに必殺打って出していきましょうか。さあ、バイケン、初ターン、スキル確定やもんね。さあ、レッパ団。創世仮面全員ガードした、今。ガード率最高。さあ、これはジョー、なんか硬いね、めっちゃ。ジョー、あ、そうか、ガード強度があるんか、ジョーは。スクリアッパーは当然打つ。バイケンは、ゲージ溜まってるんですけど、これやったらジョーに飛んでくるよね。さあ、ここのアンディは一応ね、調整します。あ、倒したわ。倒してもうた。バイケンはジョーに飛んできます。さあ、ここは、こっち UR 何やったかな。ルガールとイグニスと、あと何やったかな。来たー、スガネ3連。いやー、これでまたスキル確定やもんね。さあ、オロチ、ガードしまくって、めまい両方入ってる。これ、イグニス倒されたらもう罪やな。倒されるよね。罪。うん、状態異常も解除できなくなるし。アーデルハイドね。クローゼロアーデルか。で、ルガールは打てる。まあ、クローゼロアーデル出そうかも。どうせやられるしね。全部っ破していこうじゃ。派手に散りましょう、派手に。さあ、いけ、ギガンテック。あかん、バイケン狙ってくれ。せめてバイケン減らしたい。ここは、このセスだね、叩くキャラ。さあ、ジェノサイドカッター。あ、でもこれ、ルガールとアーデルハイド両方いるな、今。これ、あれ、途中でアーデルハイド出しても、ルガールのゲージってマックスになりますよね。あの効果で。さあ、バイケン飛んできた。マキシマが跡形もなく得られていきましたね。
さあ、鷹山戦。鷹山戦のこの裂傷ダメージもやばいよね。裂傷が強い。さあ、最終。最終頭でいっか。いけ、オロチ死ね。いけ、オロチを倒す。なんとしても、よし。もう一体でも多く倒していきたい。さあ、ここはオロチを倒しに行く。さあ、どんどん倒していく。あとはバイケンと、バイケンのチョイ。チョイと、アンヘルとクーラー。いやー、全滅やな。さあ、サバイバーズバンケット。最終がやばいか。チョイとクーラーで、最終やられますね。あ、全滅確定や。全滅確定や、これ。さあ、フリーズ。さあ、バイケンで縛いてくれ、もう。好きなようにやってくれ。さあ、ツガネ3連。鷹山戦。いやー、頑張ったでしょ。オロチ倒しただけでも頑張ったでしょ。いつもやったら 100% 投了するんですけど、まあね、あんま時間無駄なことやりたくないんでね、ほんまは。まあでも今回動画撮ったんでね、やりましたけど、まあどうやっても勝てないですね。もうバイケンがいて、LR がいなかった時点で、まあ、そうですね。1万回やっても多分勝たれへんなって感じですね。まあそれぐらい格差があるので。っていうか、クラークとかより普通に強いからね。LR のクラークとか、そういうキャラより強いキャラなんで、バイケンは。まあその時点でも勝ち目がないですね。まあでもこれコラボ期間終わったらもう、このコラボキャラは頂上に現れないので、まあそれまではこのね、ある意味この無双期間っていうのがあるので、まあ出た時点で勝てるっていうのがあるので、まあそれはそれでね、ありなんじゃないかともね、最近は思ってます。はい、では今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。